サウジアラビア空軍とはサウジアラビアの空軍組織である。1925年にイギリスの支援を受けて設立された。1950年代からはアメリカ合衆国からの支援を受けるようになり、現在では多数のアメリカ空軍と同じ兵器を装備している。特に F-15 戦闘機はアメリカ空軍と航空自衛隊に次いで多数の機体を保有している。何度か 実戦参加したこともあり、イラン・イラク戦争中の1984年6月5日に、サウジアラビア空軍の F-15 戦闘機が、タンカーを攻撃中のイランの F-4E 戦闘機を、スパローで2機撃墜している。湾岸戦争では、砂漠の嵐作戦に参加した F-15C 戦闘機が、イラクのミラージュ F-1 戦闘機を、サイドワインダーで2機撃墜している。 サウジアラビア空軍は空軍基地ごとに航空団を編成し、霊下に複数個の飛行隊を配置している。プリンススルタンキングアブドラージズキング、アブドゥラーキングハーリド軍事都市キング、ハーリドキングファハドタブークリアドキングハーリド IAP、サウジアラビア空軍基地。ありがとうございます。